ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、負け犬赤まんじゅうよ。これまで以上にひどすぎる悪口かましてきたわね。そんなことよりもね、今日もまた新しい知識を教えてほしいの。しょうがないなぁ、いいぜ。じゃあ今回は、恥ずかしい失敗で絶命してしまった人たち9選を紹介するぜ。恥ずかしい失敗って？とんでもない不注意や、行き過ぎた趣味などによって命まで落としちゃう人がたまにいるんだよ。今回はそんな、少し残念な最後を迎えた人たちを紹介するぞ。お、ちょっと怖いけど面白そう。お願いするの。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初は、酔っ払って蛇に飲み込まれていく、だ。スタートから、何を言っているんだかさっぱりよ。2013年頃、インドのケテラ州にある居酒屋で、酔いつぶれた男性が店の外で寝ていた時に、この事件は起きてしまったんだ。そこへ大きな蛇が来て、男性を丸飲みしてしまったというわけだよ。やっぱ、さすがインドね。想定外のことが起こりすぎる。実はインドでは、路上で人が寝そべってるのは日常の光景なんだそうだよ。しかもその横を犬や豚や牛が、普通に歩き回ってるんだ。もちろん蛇もだ。ほんと、考えられないわね。飲み込まれた男性は、もちろん助からなかったのよね。そうだな。でも、蛇が男性を丸飲みした時点では、男性は腹の中で生きていたそうだぜ。蛇が消化のために体を締め付け始めて、間もなくして男性は窒息していったと見られているよ。そこで酔いが覚めて気がついたとしても、時すでに遅しってことよね。そうだな。ちなみに、蛇が人や牛なんかを丸飲みにしちゃう事件は、これ以外にも世界でたまに起きることみたいだぜ。人生最後の瞬間が蛇の腹の中だなんて、絶対嫌だわ。二つ目は、空中から食べ物をキャッチしていく、だ。これもまた、意味不明すぎるわね。まあ、相当恥ずかしい最後だぜ。時は紀元前1世紀、ローマ帝国の時代まで遡るぜ。皇帝グラディウスの息子、ドルッスにはある必殺技があったんだ。それは、高いところから投げた梨を口でキャッチするという技だった。今でも、マシュマロキャッチとかやったりするわよね。そうそう、それの梨バージョンだな。梨を口でキャッチするなんて、さすが皇帝の息子ね。ある時、友人の前で必殺技を披露していた時に、悲劇が訪れるんだ。ドルッスは空高く飛んだ梨はキャッチできたものの、それを喉に詰まらせていってしまったんだぜ。シーン、食べ物キャッチに失敗って本当に恥ずかしいわね。本当だよな。皇帝の息子がまさかこんなドジな最後を迎えるなんてな。古代の人って、なんかアホな生き方する人が多いわよね。お次は、ヘッドホンで音楽を大音量で聴き、行く、だ。これは、軽い事故とか接触とかだったら、まあありそうな事例よね。だけど、今回のケースは、どんだけ大音量だったんだよ、と突っ込みたくなるようなケースなんだぜ。これはケニアの有名な政治家の息子、イザヤ・オティーノのお話だ。彼は留学先のカナダ、ブリティッシュコロンビア州で、郵便ポストに向かっていたんだ。そこでまさかの、墜落するヘリコプターの下敷きになるという最後を迎えてしまったんだ。なんでヘリの墜落に気づかないのよ？ヘッドホンで音楽を聴いていたため、周りが騒ぐ声やヘリコプターの墜落音に気づかなかったんだ。マジで、どんだけ大音量で音楽聴いてたのよ？な、突っ込まずにはいられないだろ？ヘリの音ってかなりの爆音だし、それに気づかないなんて相当よね。まったくだよな。ヘッドホンの音量には気をつけなくちゃなという、良い事例だな。四つ目は、自分の髭を踏んでしまい、行く、だ。例に漏れず意味不明ね。女性のロングヘアーとかじゃなくて、おじさんのお髭よね？そうだぜ。これは、当時世界一長い髭を生やしていた男性の話なんだ。オーストラリアのハンズ・スタイニンガーは、顎髭の長さが139センチもあったんだ。想像以上に長かったわ。ハンズさんはいつも髭を丁寧に手入れしていて、綺麗に縛って、踏まないように肩にかけたりしていたんだ。髭は男のたしなみ、の究極形ね。そして1567年のある日、運命の日が訪れてしまう。彼の家の近くで火災が発生して、ハンズさんも急いで逃げることにしたんだ。ただ不運にも、彼はその時顎髭を縛り忘れていたそうだよ。逃げる際に間違って自分の髭を足で踏んでしまい、その勢いのまま彼は転んでしまったんだ。さらに不運なことに、反動で首の骨を折ってしまい、帰らぬ人となってしまったんだよ。想像したら、ゾッとするわ。これは恥ずかしいってよりも、ちょっとかわいそうね。そうだな、火事さえ起きなきゃこんなことにはならなかっただろうしな。次は、おしっしを我慢しすぎていく、だ。どれだけ我慢しちゃってたのよ。これは1601年のデンマークでのお話だぜ。ある天文学者が、皇帝と共に馬車に乗っていた。彼はその時におしっしをしたくなっちゃったんだが、まあ馬車を止めてもらうわけにはいかないよな。おしっしで馬車止めさせちゃったら、敗処刑ってなりそうよね。彼もそんな気持ちだったんだろうな。そのまま我慢し続けた結果、お獅子の毒性が血管に広がりなくなってしまったそうだよ。せっかく我慢できたのに結局行ってしまったのね。かわいそう。死亡の原因がお獅子我慢しすぎの毒性って、あの世でも恥ずかしくて言えないよな。次も、〇〇しすぎで行っちゃったシリーズだぜ。28歳男性、ゲームのしすぎで行く、だ。今度は一気に現代的ね。ある韓国の青年が、ネットカフェでオンライン系のバトルシミュレーションゲームをしていた時のお話だ。彼はなんと、50時間ぶっ通しでゲームをやっていたんだ。丸2日と2時間もってことよね。尋常じゃないわ。その末路は、悲惨なものだった。極度の疲労による心不全が原因で、行ってしまわれたんだよ。集中力が逆にあだとなっちゃったのね。さらに恐ろしい事実があるんだけど、韓国では長時間のオンラインゲームしすぎが原因での死亡事故が、何件も起こってるんだぜ。ひえー。ゲーム中毒は本当に危ないから、気をつけなきゃよね。7つ目は、絶景を求めすぎていく、だぜ。あ、これはなんとなく察しがついちゃうわ。自撮りインスタグラマーさんね。さすがレイム、正解だぜ。ベルギー在住のスノークスさん、33は、旅行が大好きなインスタグラマーさんだった。この日も絶景を求めて、夫と愛犬と共にベルギー南部を訪れたんだ。お目当ての場所に着くと、スノークスさんはスマホ片手に崖の縁まで近づいたんだ。なぜインスタグラマーは危険な場所で写真を撮りたがるのかしら。愛犬をしっかり見張ってて、スノークスさんにそう言われた夫が犬に目をやり、再び奥さんに視線を戻すと、もうそこに彼女はいなかったんだ。やっぱー、目を離したのはほんの数秒で、どんなに呼びかけても彼女からの返事はないんだ。結局、スノークスさんはどうなっちゃったの？崖の真下を流れる大きな川で、彼女は遺体となって発見されたよ。叫び声を上げる間もなく崖から川に落ちて、ってことよね。怖すぎるわ。回収されたスノークスさんのスマホには、崖から落ちる寸前までの写真がしっかり記録されていたそうだ。さっきまで一緒にいた奥さんが、数秒で泣き殻になってしまった。旦那さんがめっちゃかわいそうね。ほんと、行き過ぎたインスタ行為は災いのもとだぜ。みんなも気をつけてね。8つ目は、なかなかにおまぬけな人だぜ。ゴミ屋敷在住の男性、自分が仕掛けた罠にかかっていく、だ。これまた情報量が多いわね。一体どんな人なの？1947年、ニューヨークでのお話だ。兄とゴミ屋敷で生活していたラングレイ、コリアーは、自宅に人が近寄るのを極端に嫌がっていたんだ。ゴミ屋敷の住人って、日本の人でもそんな感じよね。その結果、彼は自宅の敷地内に、いくつもの罠を張り巡らせていたんだ。結構ヤバめな人だったのね。まあ彼は、自分の仕掛けた罠に引っかかって、落命しちゃったんだけどな。一体どんな罠に引っかかっちゃったの？自分で掘った幅約70センチのトンネルに落ちて、窒息してたそうだ。まさに落命しちゃったのね。死亡から約1ヶ月後に、腐乱した状態で警察に発見されたみたいだぜ。大きなトンネルを掘る労力や根気を、別のことに回せばよかったのにね。最後もなかなかあれだぞ。通行中の電車の車掌に蹴られる、だ。これもとんでもないわね。セルフィー、自撮りが好きなジャレットさんは、線路での自撮りを試みていたんだ。電車が通過する瞬間を、安全な位置にいる状態で撮影しようとしていたが、結果、車掌の足がジャレットさんの頭部をなぎ払ってしまったんだ。マジでゾッとするわ。じゃあ、結局彼も、行ってしまったの？いや、彼は生きていたぜ。幸い、電車もそこまでのスピードではなかったのか、大事には至らなかったようだ。蹴られた後も、普通に立っていたし意識は確かだったようだ。それならよかったわ。動画を見たけど、車掌さんも警笛を鳴らしてるし、蹴りたくて蹴ったわけじゃなさそうよね。そう思うよな。けど、意外な事実も判明しているんだ。視聴者が動画を解析した結果、車掌がわざと、彼の頭部に足を当てた可能性があることが判明した。一体なんで？電車から金属の突起物が出てて、それを彼の頭部に当てないようにするために、だ。そうだとしたら、車掌さんは迷惑な自撮りに気の命を救ったってことじゃない。その通りだな。現に、金属が刺さっちゃうよりかはマシな結果になったしな。最後の人は迷惑に気とはいえ、大事に至らなくて本当に良かったわよ。というわけで、以上が、恥ずかしい失敗で絶命してしまった人たち9選、だ。予想以上にヤバい理由で落命してる人ばっかりで驚いたわよ。不注意や過信がどれだけ危険なことかが分かったわ。ほんとだよな。何事もほどほどが大事ってことかもな。この系統はシリーズ化してまた動画をお届けする予定だから、楽しみにしててくれ。ぜひお願いするの。それじゃあ、今日の動画はここまでだぜ。考察や詳しい情報を知っている人がいたら、ぜひコメントしてね。高評価ポチッもよろしく頼むぜ。最後までご視聴ありがとうございました。